はい、というわけで入るジョーカー、ドームタクレス3曲目、ちょっとね、休憩しまして、と3曲目いましょうか。花火ですね、多分これね、何ヶ月前に歌ってるのかすでね、まあ、この歌もね、いろいろまあね、まあ、俺的にまあ、この歌は、まあ、まあ自分が得た過ちとか、あの、もう戻れないとか、まあ、まあ、いろんなね、感情を込めて歌いたいと思います。はい、いろんなね、ちょっと感謝やあると思うし、俺にも。はぁ、というわけで、行きましょう。いろんなね、感情を込めて歌います。花火です。どうぞ。どれくらいのね、うちがあるだろう。僕が今生きているこの世界に全てが無意味だって思える。ちょっと疲れてんのかな。手に入れたものと生き返りにして、切り捨てたいくつもの輝き、いちいち憂いていれるほど平和な世の中じゃない。一体どんな理想を描いたらいい、どんな希望抱き進んだらいい、答えようない。その問いかけは日常に捉えて、君がいたらなんて言うのかな。暗いと茶化して笑うのから、その柔らかな笑顔に触れて、僕の憂鬱が浮き飛んだらいいのに。決して捕まえることのできない、あれから1周年経つ、そして1月ももう終わる。でも妙になんか悲しい感じ、自分はこれからどうすれば、笑ってても泣いて過ごしても喜び時は流れる。未来が僕らを呼んでる、その届くおらないように、だんだん身がつなってく。これから僕は頑張れるのかな。ああ、会いたくなった時の分まで、寂しくなった時の分まで、もう一回もう一回
つけたい。誰もが問題を抱えてる。何も好きな明日を願っている。臆病風に吹かれて波風が立った世界を、どれだけ愛することができるだろう。花火、ね、まあね、まあ、今までのね思いをねちょっと込めました。いやこの歌もね、言うたらしだ、これもね、そうなんかな、多分でもなんかのドラマになってたの、この歌確かなんかのドラマ、なんかなんたらロックだったっけな、なんか俺見てないけど、そのなんかテーマソングになってますね、これドラマのね。いやでもこの歌もね、でねちょっと変えた言いましたちょっとね変えたもんね、混じりながらねちょっと言えましたね、僕のねどんなことあってもね、まあ立ち向かっていきたいけど、今はあったよっていうね。はい、というわけでね、4曲目いくかな、いくか、はい、というわけでね、次4曲目お願いしましょう。さよなら、ジョー。